えー、こんにちは、速回の久保です今日はですねネットワークビジネスのことについてちょっとお話ししようかと思いますネットワークビジネスというのは人と人との関わりが濃いほど広いほど有利になってくるビジネスですなぜならネットワークビジネスの情報の流通っていうのは アップラライインンンかからららダウンラインに伝えられるからなんですよ、ねまあ、ですんでこの動画をご覧の方がネットワークビジネスに参加していてアップラインがあまりにも情報がないとかねビジネスに興味がないとかすごく面倒くさがる人がアップラインにいるとものすごく不幸ですでアップラインの方はおせっかいなぐらい面倒焼きの方がいいですね で新しい情報が入ってきたらすぐに皆さんに拡散してくださるとかねいろんな説明会とかラリーとかコンベンションに行って新しい情報を取ってきてダウンラインの方に惜しげもなくねその日のうちに流してくれるこういう人じゃないとなかなかうまくいかないんじゃないかなと思いますとは言ってもですねとは言ってもいつもいつもラリーとかコンベンションとか事業説明会に参加できるわけではないんですよこれさすがにアップラインの方でもねでもきちんとアップラインの方は人脈を作っていって 今回コンベンションに自分は参加できないんだけども、参加する人いるっていうふうに聞いて、メールとかね、えー、いろんな方法で、えー、LINE とかで。で、あ、自分は参加しますよって言ったら、すいません、参加したら、 帰ってきた後に資料とか送ってもらえるそして感想とか聞かせてもらえるっていう風にちゃんと仕込んでおくんですよねそうするとその人本人がね参加しなくても参加してる人から資料を取り寄せたり内容を聞くことができるでそれを何件かの人に聞くと参加したのと同等のですね情報と資料と考え方を持つことができるんでそれをまた配信するわけですよでこういう風にローを惜しまわない人がアップラインにいるとものすごくダウンラインの方は 楽ですし安心ですしビジネスの覚え方っていうのが身についていくんですよねまあ、でも私たちのアップラインはなかなかねそこまで役に立たないという風な感情を抱いている方もいると思うんですよですのでアップラインの方に要求を出すことができます あのアップラインの方がコンベンションに行ってないようだったら他にコンベンションに行った人からの情報を回してもらえませんかっていうふうに要求することができるんですよで私のところにはこういう情報が来てないんだけどもどこに取りに行ったらいいんでしょうかっていうふうに聞くことができるんですよそのためにアップラインの方を活用していただきたいと思います、えー、そしてですねネットワークビジネスインターネットがない時代から成功者と成功しない方っているんですよねで成功者は何をしてるかっていうと説明会に行って得た情報とか資料を 帰ってきて、地域の会員さんを集めて、カフェとかで、同じようにね、2時間くらい喋るわけですよ、一生懸命。ね、こういうふうに手間をかけてくれたんですよね。でも今の時代は、YouTube もありますし、LINE アットとかっていうのもありますから、いちいち集めなくても、YouTube や LINE アットで、配信することがすっごく手軽にできるんですよ。ですんで、今の時代ね、自分が、 YouTube で喋るとか LINE グループに流すとかこういうことをこういうローを惜しむようなアップラインの方だったらもうねアウトなんですよそういう方についちゃったらで私はそういう意識で自分がね、えー、もう会社から放送された新しい情報っていうのは全部漏れなく伝えてると思ってますで 積極的に情報を取りに行くこともしてます最近新しい動きないですかっていうふうに積極的に毎日のようにいろんなところリサーチかけていくとかねそれから概要書面っていうのがありますよね契約書です契約書も会社がやっている契約書ですから毎年4月には変更される可能性が高いんですよですから毎年3月から4月にかけて会社の方に特段用事がなくても概要書面の新しいのを送ってくださいっていう形で取り寄せてしっかりと読み込んで去年とどこが違うのかなってことを見てるわけなんですよ で、えーあのー、半期決算ってのもありますから例えばね、4月に一つの年度の変わり目を迎えるってことは10月にも何か新しい動きがある可能性がある場合によっては四半期決算って言って3ヶ月ごとに新しい動きがある可能性があるんですよ。そうなるとととヶヶ月月ごにに概要書面を取り寄せていくとか3ヶ月に1回は 事業説明会には少なくとも参加するとかっていう風になっていくと思うんですよねだからそういう風な形で一人一人が動けると本当にねその会社と思いを一つにしてやっていけると思いますけども多くの方は労力をここまで割かないんですよね で商品売るわけでもない、紹介を出すわけでもない、情報を取るわけでもないってことで成功のしようがないと私は思ってるんですよね。まあですので、今回の動画っていうのはネットワークビジネスの必勝法とも言えるような考え方だと思いますので、皆さんも参考にしていただければと思います。まあ、私がねあのそんなにあっちもこっちもネットワークビジネスやってるわけではないんですけども、もうまくいったネットワークビジネスは全てこの原理で動いているからなんですよ。だから自分でやっぱりね あの勝手に流れてくる情報だけではなくて自分が取りに行かないといけない情報もあるんじゃないかなっていうふうにいつも考えていくこれは私のレベルで言って当たり前だと思ってるんですよ自分がほっといてくる情報メールボックスに届いてくる情報で全部うまくねそれで儲かるのかって言ったらそんなことはないと思いますあのこちらから取りに行くべき情報も必ずありますんでそういうものに労力を割くってことは自分の資産を構築する上でそんなに苦痛ではないと思うんですよね えー、ですからね私がこうやって YouTube で話してることをうんうんなるほどってメモしてで自分でもね喋ってみるっていうのはすごくいい方法だと思います昔っていうのはあの YouTube がないですからあの説明を求められたら一人のためにもねカフェで待ち合わせしてアップラインの方は何回も何人も何人も話してたわけですよ、うんまあ、昔アムウェイっていうのがありましたけどもアムウェイの勉強会ってむちゃくちゃやってるじゃないですかやってると思うんですよ、うん、だからあのぐらいのレベルで ネットワークビジネスっていうのは口コミを起こしてますけども、まあ、私たちは今ねインターネットを手に入れてますんでわざわざ会いに行かなくてもいろんな方法でね文字起こししたりとか音声を送ったりとか動画を作ったりっていろんな方法がありますから今はそこまで手間がかからないんではないかなと思っていますそれでは失礼します